早弁です。今日はねパンもたくさん買ってきました。ちょっと恒例になって出した時はね、あのバナナボートも新作、一応ね青森でも手に入りました。でこちらですね、青森というと、工藤パンのイギリストーストなんですけれどもね、砂利増しタイプで、こちら東北限定で、ね、デミタスとの、コラボですね。でこちらの方はイギリストーストと、ナッツの思い出、まあ夏の思い出とねかけてるんでしょうけどね、RAB の土曜、キュンという番組のもので10周年の復刻版みたいですね。でこちらの方はイギリストーストの小倉マーガリンですね。それを食べていきます。それじゃあいただいていこうかと思います。何から食べようかな。やっぱ最初はスタンダードな、イギリストーストいきますかね。黒パンのね、目玉商品という感じになっておりますね。うん、ちょっといつもと取り方変えてるけども、やっぱ変わるね。まあいいや、いただきます。普通のこういう、トーストでね、開くと、なんかマーガリンが塗ってるみたいな、そんな感じですね。なんだ、アベックトースト、掛け合わせパンの半分になってぐるっと回したりしますけどね、そういうのは特にないみたいですね。いただきます。確かにジャリッと感はありますね。いや、これマーガリンだよね。結構こうジャリジャリと、ジャリパンが何か分かんない人もいますよね。で、一応ね、砂糖がこういうクリームとかに入って砂糖の塊があるじゃないですか。それがジャリジャリする感じで、こういうのジャリパンっていうんですよね。最初に知ったのは宮崎の頃だったんだけど、こっちでもジャリパンっていうのはあるんだなと思ってね。そっか、あと塩分とかも一応入ってるんだ。やっぱりマーガリンだね、基本的にはね。バターではないなと思ったんだけど、そうだ、だから結構ジャリパンエリアの人は懐かしい味だと思うんだけど、私は関東エリアなんでジャリパンって文化なかったんだよね、当時神奈川県にはね。だけどまあそれでも懐かしさを感じる味ではあるね。プレーンな感じだな。練乳とかも入ってるのか、練乳さすがに入ってないかな。ミルク感があると思ったら脱脂粉乳とか入ってるんだね。なるほど。脱脂粉乳っていうとね、昔進駐軍がいた頃に日本人がね壊されてたっていうのでね、これもいただいてきます。こちらがイギリストーストの小倉マーガリンですね。小倉マーガリンっていうとね、やっぱり基本的には名古屋の文化だと思うんですけどね。脱脂粉乳はあれだよな、牛乳の脂肪分を抜いたりしたやつですけどね。こういう形になってんだね。下の方にはそんな入ってねえな。であれだよな、戦争が終わってアメリカでヨーロッパの食糧危機のために増産された小麦だとか牛乳か、あれの余って腐っちゃうようなものをね、日本に送りつけてね、給食にしていたという歴史があるんだけどね。そういうのはいいや。とりあえずいただいていきましょう。
外とあんがあんらしいあんだな。うん。お。あんが強いかと思ったけど、その後にこのクリームが来て、あんとすげえ調和する。で、塩分結構感じるから塩も結構入れてんのかな。うん。まあ、本当にね。シルクにしろ、あのなんだあんを使うものには結構ね、あの塩入れるっていうのはまあ定石ですからね。うん、うん、うん、あ、本当に、うん、あんの香りや味がかなりしっかりする、うん、だから鍋のオーラトーストよりあんこ感強いんじゃないかな。うん、うん、あんの存在感はかなりのものだね。うん、下の方入ってなかった。あんのパワーがあるから、そのあんを食いながらこっちのあまり入ってない方を食うとちょうどいい感じ。うん、それ部分的にミルクと合わさって結構なんだろう、こう洋菓子っぽくっていうと語弊があるけどね、そんな感じもするけど、基本あんが強く感じるタイプの小倉マーガニだな。うん、うん、これはこれでうまい、うん、途中ちょっとバランスを挟むから、ちょっと甘いのが続いて、イチジクボートとか食ったらちょっとあれかな、ちょっとこう甘く感じなくなっちゃうかもしれないけど、行ってみましょうか。イチジクボート大体毎年ね、うん、あの北根のイチジクってことで、秋田は由利本荘の方だったかな、二角、あ、二角かなの方でね、うん、あのイチジクが取れるんですけど、それで甘露煮とかを使った、あ、これ書いてるね、三河都市のね、うん、韓国商店さんのね、イチジク、これを使ったね、バナナボートが毎年出て、なんだかんだ言って3年くらい連続で食ってるかもしれないな。初年度俺食ったっけな、19年、20年、21年、22年とか、とすると4年、19、20、21、22だったら4年連続になるかな。4回も食ったかな、だけど、うん、秋田に赴任してから結構バナナボート新しいものは毎回食ってたから、多分4回目なんだろうな。いただきましょう。まあ、こんな感じで例によってね、このスポンジ生地の中で入ってるわけですが、うん、まあ、うん、なんかちょっとイチジクのコクが例年より濃い気がする。うん、あ、うん、イチジクの種はちょっと砂利感があるね。うん、うん、おう、これは多分甘いものを食った後だからかな、うん、イチジクのちょっとしたなんだろう、なんて言えばいいのかな、ほろ苦さっていうのとはちょっと違うんだけど、そういうちょっとまた別の顔っていうのも感じるね。うん、酸味があって、イチジクの甘みがあって、で甘味だからもともと砂糖の甘みがあるんだけどね、あら、なんか去年より中の甘露煮の量がちょっと多い気がするな。答えたかもしれないけど、うん、うん、まあバージョンが変わってるのか、甘いものを食った後だからか分かんないけど、うん、
とあのイチジクのちょっとした複雑な味、うん、甘さだけじゃなくてすごいよく分かったね今回は。で続きましてこちらバナーボートのキャラメル、アーモンドですね。ほろ苦くてコク深い味わいだそうですね、うん、いただきましょう。クリームより、まあ、キャラメルっぽい、それはね、そうだろうな色ですね。あ、うん、バナナが入ってるバナナの香りでポンとくるね、うん、うんうんうん、あ、バナナと、うん、結構このキャラメルとアーモンド合うね。キャラメルはそんな甘すぎない、まあ甘いものを先に食ってるせいなのかな。うん、でバナナ、バナナのことも結構立てる味だな、うん、うまく共存してますね。美味しい、うん、やっぱり意外とこういうスタンダードのものが美味しいのかもしれないね。うん、まして、ビーフトースト、ダブルトースト飯いただきます。トーストのこの電波数感が、あ、微糖が東北限定なのかな。いただきます。あ、本当にコーヒーだな。あ、だからコーヒー、濃いコーヒーと薄いコーヒーがあるな。なんだろう、ビーフトーストだけどコーヒー電波数しか書いてないな。まあ、あの成分を読むのは後にしよう。あ、コーヒーのほろ苦さが来る、うん、そうだな、コーヒーつうと、うん、竹脇セーバーさんのコーヒーを思い出すけど、それとはまた全然違うね。うん、ローストされた大人のコーヒーの味、うん、うんうんうん、ずっと深い大人の味のコーヒーサンドですね。うんうん、うん、最初に食べた方が一番分かりやすかったのかな。だけどまあ、うん、この微糖感っていう、あ、そうだ、微糖感を出すためにもともとベースのものも噂を控えてるのかもしれないな、うん、あ、ダブルコーヒークリームって書いてるやん。だからあの日誌のコーヒーがあったんだね。うん、なるほど。あ、小麦粉ってあれだ、国内製造の小麦粉とか使ってるのか、工藤製パンさんって。工藤パンさんか、うん、あ、そうなんだ、全部国内製造だ。あ、素晴らしい。でもウクライナ問題ってあんま関係ないのかな、どうなんだろう。国内でもウクライナから小麦粉入らなくなって少なくなったらやっぱ価格は上がるか。うん、美味しい、はい、こちらナッツの思い出、アフェシューさん、この方ですね、まだ聞いたことないな。土曜日
9時から12時にやってるそうなんで、またちょっと今度聞いてみようかな。うん、こちらをいただきます。あ、もうここに書いてるけど、ピーナッツクリーム、クッピーナッツが入ってるそうですね。うん、まあ夏の思い出とピーナッツはあんまり関係なさそうな気がするけど、まあ夏の思い出っていうことで避けてるんだと思います。そこはとりあえずピーナッツにおける季節感というのは置いといて、さいただいていきましょう。でまあナッツっていうと、ああピーナッツの香りすげえする。ちょっとその前に口直しに、芸人って20年ぐらい培養してるね、カスピ海ヨーグルトを飲んでますけれどもね、いただきましょう。あ、主役を忘れてた。うん、なんかうん、昔ながらのピーナッツクリームって感じがするんだ。まあそれにあれか、うん、それにかなりあれだな、クラッシュしたピーナッツが入ってるな、かなりの量。前の2つに比べると甘さは控えめだ。ナッツの香りが来て、ちょっと塩味が来て、その後に甘さが来る感じだね。昔のピーナッツとかで言うとね、ピーナッツクリームとかで言うと、もっと甘くて質が多い感じだったけど、そんなに質の差を感じないね。甘くない感じにしてるのかもしれないな。そこから行くと甘い思い出っていうか、夏が終わっちゃうようなね、ちょっとたとがれたような雰囲気を感じるから、そういうのかな。ピーナッツの香りが美味しく感じることができますね。結構大人な感じのピーナッツサンドだった気がするな。昭和の我々が子供の頃はピーナッツバターって言うとどこの家庭にもあったもんだけど、最近はねピーナッツバターってあんまり売ってるの見ないし、最近の子供食うことあるんだろうか。なんかちょっとね郷愁に誘われながらもね、
なんか進化したピーナッツサンドを食べたような気がしなくもないですね。うん、どれも個性があって美味しかったですね。ということで、クローパンに関してはね、今後も結構定期的に食べていこうかなと思ってます。以上、アイでした。ご視聴ありがとうございました。